こちらは小田急線 OE16 片瀬江ノ島駅です。今回は1日1本だけ存在する片瀬江ノ島始発の急行に乗車していきます。今年のダイヤ変更によって初電と終電の1本以外はすべて藤沢片瀬江ノ島間の折り返し運転となりました。そしてこの急行新宿行きのみ5時11分発1本だけ存在をしています。ではなぜでしょうか。残念ながら調べても見つからなかったため、とりあえず憶測で紹介しようかなと思います。車内はこの号車には誰も乗っていません。他の号車にも本当に数えるくらいの人しか乗っていませんでした。急行新宿行き。ダイヤ変更でもなぜか残った1本だけの片瀬の島始発急行列車です。さすがに10両編成の急行快速急行を丸ごと廃止するのはちょっと難しかったのでしょうか。そこはわかりませんが、まあ理由としてはどうなんでしょうかね。ダイヤ変更で片瀬江ノ島発着の快速急行は消えましたが、この急行は生きています。この急行新宿行き、乗っているお客さんは1号車というか1車両に2人か3人ぐらいですね。まあ本日はゴールデンウィークということもあって、まあ乗ってるんじゃないかなと思ったんですけども、全然乗ってないですね。この朝5時11分発この1本のみ片瀬江ノ島始発の急行新宿行きです。さあどこに乗ろうかな。とりあえず誰も乗っていないところに乗りたいんですけどね。はい、ということでね、この号車誰も乗っていないのでこちら紹介しようと思います。急行新宿駅で、5時11分発の、まあ、このたった1本だけですね。まあ、今回は藤沢までの紹介ということになります。そこから先は結構出ているので、まあいいでしょうということで、独休日ダイヤでも平日ダイヤでも、あの片瀬江ノ島行きの急行快速急行で旅客運用ないんですよね。なのにこの片瀬江ノ島始発の急行だけは存在しているという、ちょっとなかなかよくわからないような、見た目はそうなってるんですけども、しかも、まあ、周りを見渡してみると、すいません放送でしたね。なのでこうやって周りを見渡してみると、乗っているお客さんはせいぜい1車両に2人か3人っていう感じですかね。まあこの号車に至っては誰も乗っているわけではないですからね。なかなかちょっと、まあ、需要としてはうまく見込めているかどうかって言われればうーんっていうところもあるかもしれませんが、ただ藤沢からね結構お客さんが乗ってくると思いますので、まあ藤沢からに関してはまあ、もちろん急行としての力を発揮してくれると思うんですよ。多分ホームの関連じゃないかなとは、まあ一つの理由として考えられるかもしれませんが、かつて一番ホームには各駅停車も特急ロマンスカーも止まっていたので、どうなのかなっていう感じなんですけども、まあちょっともし分かる方がいらっしゃったらね、教えてくださると幸いでございます。なんでだろうな、ちょっと後で何か調べてみようと思うんですけど、ただこの運用結構ね、まあダイヤ改正の前から走っていたのでちょっと目つけてたんですけど、なかなか乗る機会がなくてですね、まあやっと乗る機会に恵まれたということですね。はい、鵠沼海岸駅を通過中です。今ではダイヤ改正というかダイヤ変更によって快速急行が全部藤沢始発になったということになりましたが、なのでその10両編成っていうものが特急ロマンスカーと、まあ、この急行だけになったんですね。なのでなかなかちょっと珍しいということになりました。まあ、珍しいというかかなり減ったということになります。今ちょうど本鵠沼駅を通過したところです。まあ5分ぐらいなのですぐだと思います。でこちらのなんか、まあ、ちょっと関係ないかもしれないですけども、リニューアルの線型のねモケット結構可愛らしくて好きなんですよね。なんか触り心地もいいし、まあ、線型もリニューアルされた時はちょっとびっくりしましたけども、まあでも僕はこのリニューアル好きですよ。まあ、未更新車も残り6両編成が3本ということなので、まあ乗るなら今のうちにという感じでしょうか。4両編成はちなみに箱根登山線の色のみ残ってるかな、その現役の車両としては。
そんなわけでなかなかガバガバな解説になってしまいましたが、とりあえずこの急行列車だけ残っているということになっています。なぜかは分かりませんが、この5時11分発のみ片瀬の島から出て、そこからスイッチバックをして新宿に向かう、まあ本当に限られた運用となっています。かなり前に1時間に1本ほどあった昼間の片瀬の島発着の急行が姿を消してから、この急行列車たった1本のみになったりとか、まあ前にもちょっと増えたりとかあったかもしれませんが、少なくとも最近はたった1本となりました。藤沢駅っていうのはこういうスイッチバック式になっていて、どちらにせよ乗務員さんの交代を行わなければいけないんですよね。まあ、同じ人がやったとしても移動しなければならない。どうなるかわからないんですけど、なのでこういう分離をさせて藤沢と、片瀬の島だけ、あと藤沢から相模の方面という感じですかね。藤沢からは何人かのお客さんが乗ってきますが、やはりこの時間帯ということもあって空いてはいます。ただこの急行の存在意義がないというわけではないので、どうなのでしょうか、また今後も残るのでしょうか。朝5時台の小田急江ノ島線は本数が少ないので、この急行列車も町田まで待ち合わせがありません。藤沢片瀬江ノ島間は完全に系統分離をしているわけではありません。先ほども少し言いましたが、理由としてはやはり初電と終電に各駅停車が存在しているわけですね。この急行列車も存在しています。多分初電と終電は各駅停車というか列車の送り込みの関係でやっているんじゃないかなと考えられますが、この急行に至ってはどういう感じなのでしょうか。何か情報があれば知りたいという感じはあります。ただ片瀬の島発着の急行、快速急行がこの1本以外全て廃止となったことから、この5時11分発の急行はちょっと目立っているんじゃないかなと思います。なのでこの急行新宿行き片瀬の島始発5時11分発の急行列車を紹介しました。今回は相模大野まで乗りました。動画の方はいかがだったでしょうか。まあこんな運用があるんだよという感じで紹介をさせていただきました。まあ別に乗車率はここからでもそんなに乗っていないかな。まあ朝早いですから仕方がないと思いますが、ではご視聴ありがとうございました。